藤原為時の最後、光る君へに学ぶ日本史、引退出家と紫式部の死の謎。紫式部の父藤原為時は1014年長和3年、なぜか受領の任期を1年残して辞任し出家する。そのためこの年に紫式部が死んだのではないかとする説が存在する。藤原為時の最後と紫式部の死の謎を詳しく見ていこう。藤原為時は949年頃に受領などを歴任した下級貴族藤原正忠の三男として生まれたと言われている。母は右大臣藤原定方の娘である。菅原道真の孫である菅原文時に師事した為時は中国の歴史史文を専攻する学生として頭角を現している。為時は藤原為信の娘と結婚して紫式部をはじめ一男二女を設けるが、藤原為信の娘は若くして逝去している。984年永寛2年、為時は東宮時代から検事していた崋山天皇が即位すると、学者の出世コースだった式部の城に取り立てられる。そのため後に官邸に仕えた紫式部の呼称は為時の式部の城に由来している。ところが崋山天皇がわずか2年で退位すると、為時は以後10年間は無官の状態で不遇の時を過ごすことになる。受領としては恵まれなかった為時だが、詩人としては崋山天皇に続く一条天皇の治世にも名声を高めている。続本朝王城伝という平安時代後期の記録に、天下の一物として当時を代表する文士10人の中の一人に名が挙げられている。996年長徳2年、ようやく越前守に任じられた為時は娘の紫式部を伴って国司として越前の任地に下校している。越前は生産力の豊かな最上位の大国だったので、為時一家の生活はようやく潤った。やがて紫式部は帰郷して藤原信孝と結婚する。紫式部の婚期が遅れたのは為時が無官の時代が長く一家が貧しかったからだと言われている。それはともかく、為時は漢詩や和歌をはじめ音楽など多岐にわたる才能を持ち合わせていた。そのため為時は村上天皇の第七皇子の友平親王とは漢詩仲間で、親王邸に招かれるほど親しい間柄だった。また為時は漢詩のみならず和歌にも優れ、勅撰和歌集に4首の和歌が選ばれている。しかし頑固で融通の利かない為時は宮中でもたびたびトラブルを起こすことになる。宮中の正月の宴が催された際、為時は藤原道長から天皇の御前で音楽を奏でる演奏者として抜擢される。ところが何か気に食わないことがあったのか、為時はろくに演奏もせずに早々に退席した。そのためそばにいた紫式部は酔った道長に、父子はひねくれているなと絡まれ、父の代わりに歌を読まされそうになったという。
優れた才能を持ちながら出世から見放された父親を持った紫式部は何かと苦労が絶えなかったようである。しかし為時の優れた才能が紫式部に受け継がれ、源氏物語に花開いたことは間違いない。ところが為時は1014年昭和3年6月に受領の任期を1年残して辞任する。そして2年後の1016年昭和5年4月三井寺で出家したと藤原実資の小遊記に書かれている。出家後は1018年寛仁2年に為時保氏として監視を兼じた記録はあるが、その後の為時は消息不明となり、没年も明確ではない。そのため為時の出家は1011年寛弘8年に長男の信徳に先立たれ、続いて1014年昭和3年に紫式部が死去したためだとする説がある。為時は息子や娘に先立たれたことに心を痛め仏門へ入ったというのである。しかしこれは没年が不明な紫式部が1014年昭和3年に逝去したことを前提にしている。紫式部の最後の動画で詳しく述べたが、私は紫式部の没年は1031年長元4年説を支持している。もしも為時が出家した年が紫式部の没年なら、紫式部の享年は42だったことになる。しかし歴史学者の角田文英氏は1031年長元4年正月に紫式部は没したとする説を唱えている。角田氏によれば、紫式部が住吉詣に不参加という記録が残っているのがこの年だという。そして紫式部の娘片子が母の喪に服する歌を残しているこの1031年長元4年が彼女の没年だとしている。この場合紫式部の享年は59ということになり、両説の間には17年もの開きがある。つまりこの17年間に紫式部は生きていたのかどうかが謎だということになる。これは為時の出家が紫式部の死去に伴うと断定するところから生じる矛盾である。当時は出家したからといって全く日常生活から離れるというものではなかった。つまり66歳となった為時は体力の衰えを感じて隠居するために出家したのではないだろうか。現に為時には娘婿の藤原の信経がいたが、信経に後を譲っている。為時は自分が隠居しても一家の収入の安定を図るため国司の地位を婿に譲ったと考えられる。さらにまた出家してからの為時は世俗社会との関係を断ち切って仏道修行に明け暮れていたわけでは必ずしもなかったのである。1018年寛仁2年正月、藤原の道長の嫡男で摂政の頼通が四尺屏風十二丁を新調した。そして頼通はその屏風の色紙に書く漢詩及び和歌を時の代表的な詩人歌詠みに求めた。その詩人歌詠みの中に
大納言藤原忠信、同藤原の金刀とともに、為時星の名前が記されている。為時は出家者の身でありながらも、忠信、金刀ら時の代表的な詩人と並んで名を連ねているのである。つまり、為時は出家後も、紫式部の父親として、また時代を代表する詩人として高く評価されていたのである。紫式部は長く藤原の明子の下で女房として仕えた。もちろんこの時も紫式部は道長や明子に信頼される女房として宮中に仕えていたに違いない。そしてこの詩歌の作者の選定には、時の最高権力者藤原道長の意向も働いていたことが十分に考えられる。つまり紫式部を通じて、為時は以前から道長のもとに出入りして、その愛顧を受けていたのである。為時は出家後も道長や頼通とのつながりを維持していたのであり、必ずしも三井寺で静かに隠遁生活を送っていたわけでもなかったのである。ドラマでは藤原の兼家や源の智子に門前払いをされた紫式部だが、その後道長はしっかりと紫式部と為時の手助けをしたのである。為時に限らず、当時の貴族たちの多くは、出家したからといってすぐにそのまま俗世との関係を一切断ち切ったわけではない。彼らは寺や山林に入って心静かに仏道修行に努める隠遁者としての生活に安住したというわけではなかった。家財院に従って出家した藤原の義親も、時々には京に出て世俗の人々と会い、この成房の昇進のことを縁者に頼み回っている。今後平安時代の研究が進めば、さまざまなことが分かってくるであろう。以上のような考察の結果、私は為時と紫式部の没年を次のように考えている。藤原の為時は紫式部に見守られながら、1029年長元2年、81歳で逝去した。そしてその2年後の1031年長元4年、紫式部は59歳で静かに息を引き取った。